東京芸術専門学校は東京都品川区にあった美術専門学校である。設置者は学校法人中野学園。1982年現代美術家の斉藤義主飯塚八郎らを中心とした芸術家によって設立された。講師には多摩美術大学の斉藤義主教室出身者が多い。先週学校認可、全日制。 三年生、本科二年、研究科一年。卒業生はフィラデルフィア美術大学に編入できる制度があった。習慣的な見方や捉え方を捨て、創造的かつ自由な表現を実現するための個別指導を特色としていた。関係者からは TSA と通称される。佐藤早内斉藤よしし郵便番号140-8608。8 東京都品川区西大井6-1-23ともいう学院高等学校美術デザイン本校の美術教育の原点。斉藤義重と飯塚八郎アーガイブド2016年3月4日。アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。美術手帳1989年8月号。掲載広告 AB。美術手帳1985年4月号。 掲載広告 AB 東京芸術専門学校の開校 ABCDEF とも言う学院高等学校美術デザイン遠隔アーカイブド2015年8月25日アットザウェイバックマシンホワット S アバウト TSA ミーティングプレイスアーカイブド2006年7月15日アットザウェイバックマシン AB 日本美術オーラルヒストリーアーカイブ中村秀樹オーラルヒストリー ありがとうございます。